タシナムゲルタシナムゲルは、日本語表記としては、タシナムギャルもある。1893年10月26日、第9代シッキム王、トゥトブナムゲルの息子として生まれた。1914年、イボアニの第10代シッキム王シケオントゥルクナムゲルが崩御したため、タシナムゲルが後継することになった。しかし、当初は、イギリス政府代表であるチャールズ・ベルの貢献を受け、 1918年4月に正式に国王となった時にようやく完全な権限が与えられている。同年10月、チベットの将軍ラカシャルデボンの娘であるクンザンデシェンと結婚した。他氏は様々な分野でシッキムの近代化を推進した。まず1916年には、それまでカジスが主中にしていた司法権を取り上げ、独立した裁判所を設立した。 あとに1953年には、インド型の民法、また、強制労働の監修を廃止し、土地改革、税制改革を刊行した。これらの改革は、シッキムに目覚ましい経済的、社会的発展をもたらすことになる。さらに、第二次世界大戦の終結後には、政党の結成を許可した。しかし、政党結成の許可は、皮肉にも、各政党間で、対インドの姿勢をめぐる。 激しい対立、混乱を弱気し、口述するようなインドの湿気ム内政干渉を招く、結果となる。タシナムゲルインドが独立する直前の1946年末、タシは、次男で皇太子と目されていたパルデントンデュプナムゲルを代表とする施設団を派遣し、インドとの間で湿気ムの地位について交渉させた。当初、インド側は、他の反王国と同様に、 インド領へ編入することを、シッキム側に提案したが、シッキム側はこれを拒否したため、1947年2月28日、シッキムとインドとの間で暫定協定が結ばれた。これによりシッキムは過労じて独立を維持したが、国内では政治的混乱が激化してゆく。1949年2月、移住民ながら多数派のネパール系主体で、親インド派の政党である。 執ッキム国家会議派が時代不払い、納税拒否の各種運動を開始する。これにより国内は混乱に陥ったため、他市は同年5月に暫定人民政府を樹立して収集しようとした。しかし、わずか1ヶ月弱で暫定人民政府は崩壊。他市はインドの執ッキム中財弁務官による内政監督を要請した。1950年12月5日、他氏は インド湿気ム条約に調印したが、これにより湿気ムはインドの保護国と位置づけられてしまった。その一方で、他氏は国内秩序の安定のためにインドとの連携を重視した。そのため、インドも他氏存命中は王室用語の姿勢をとり、このおかげで他氏は SSC などの政治的要求を退けることができた。1953年には、 湿気無王国参人選挙を初めて実施し、1963年12月2日、他市はカルカッタで放御し、パルデントンデプが後を継いだ。ありがとうございます。